て決勝まで行って大使に負けさせて振り返ってどんなところで負けたと思いますか。チキンの出だしは良かったんですけど、まあ、チキンの途中から単調になってチーム全体でバスケット作っていくっていうのができなくて、まあ、個人個人で一対一してジャンパーで外してそこに行ったみたいな。ケース的には負けたけど個人的に通用したところとチームで通用したところって、まあ、個人的にはやっぱドライブからジャンパーとか自分のリズムですから、まあ、あとチームに関しても留学生のところがいなくて高いかなと思います。どうしてもそこ狙われるじゃん。なかなか他にはない留学生が狙われるチーム。そこはどんな感じで練習してるの。まあいつ一人やったら無理なんで、できるだけの近い人が先に行く。でその代わりローテーションを全員でディフェンスします。多分個人的にさ、この京都終わって新潟にこう入って意識する試合ではある、まあ、どの試合もそうだと思うけど、特にまあ直近で負けてるからその分あると思うんですけど、この次のゲームはこう勝つためにどういったところを改善して臨もうかなというプランス。まあ、さっきも言ったんですけど、全員でバスケットができてなかったので、もっと、まあ、僕を中心にガードなんで、まあ、全員がどん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 動いていって単調にならずにスペースがあったらすごいしっかり作れるように考えるバスケットをしてみたいな。やっぱりこう相手にその同い年の世代ナンバーワンって言われる就活がいて、はい、意識するもんですか。すいません。でもこうおそらく今日も多分出ないと思うんですよ。そうです、京都でも払われて、なんかそこの思い入れとかあったんですか。小学校5年生の時ぐらいが息子ライバルでしたけど、ジュニアウィンターカップの2回戦でやって、まあ、その時は勝ったんですけど、ここのウィンターカップでやるなって話してたんですけど、東山は俺たちは負けてしまって今日できるかなと思ったんですけど、まあ、できない。今日の個人的に展開したい、まあ、さっき言ったそのチームバスケのところもあるけど、もっと具体的に自分がポイントガードとして展開したいというのプランというのは、まあ、次にディフェンスを見てどこが空いてるかっていうのは、他の試合に変わってきてたなと思ってるんで、自分だけが攻めるんじゃなくて、もっと周りを視野広く見ながら見せていきたいと思います。はい、OK です。スケジュール頑張ってください。ありがとうございます。Fuck!
の試合は、まあ、自分個人的にはジャンパーとかも前半は入って通用したんですけど、やっぱりディフェンスの部分で相手の12番のカッティングとかに僕を中心に対応できなかったのが敗因だと思います。この試合ここしんどかったなっていう場面は、やっぱり留学生のワンオンワンの勝負の時にどうしても負けてしまったり、ダブルチームた時に誰かが相手スリーポイント入れられたり、そういう一つの穴を埋めようとした時の次の穴に対応できなかった。4点差まで落ちた場面、はい、けど一気に9点になった。あそこ4点差から1点差とか同点逆転にいけなかった場面っていうのは、やってる身としてはどんな気持ちだったり、どんな感じだった？追いつこう追いつこうっていう気持ちが先走ってしまって、結局目の前にあるディフェンスに対してとか対応できてなかったっていうのがあったかなと思います。試合通してみて、まあ、相手のトラブルだったりハプニングがあって、ね、5番の選手が途中抜けたりとか、そもそも周達いなかったり澤田いなかったりっていう中で、それでもやっぱ豪華なメンバーだったというか、やるメンバーだったじゃん、はい、そこはこう嫌な感じとかっていうのは、やりやすさやりにくさっていうのはどんな感じ？向こうは全然ベンチから出てくるメンバーも質が落ちないチームだったので、そこに対して見てかかってはないんですけど、うんうんうん、いけるかなっていう気持ちがちょっとあって、まあ、それで向こうの上回ってやられました。まあ、次もし返してやるとしたら1ヶ月後の福岡である、飯塚か。あ、そうです、飯塚、まあ、おそらく、まあ、向こうもちょっと学校生活挟んだりしてちょっとリフレッシュしてお互いな状況になると思うんですけど、そこではこうどんな展開というか、まあまあもう2回負けてるわけで、次なんか変えないと絶対勝てない相手だと思うんですけど、はい、どこを修正したいとポイントがあるとして考えてます？まあ、主にオフェンスは点取りしたから、やっぱりディフェンスの部分でも全員で守る、全員がボール見て自分のマークマンとか自分のエリアを守れなかったりしてたので、そこをもっとコミュニケーションをどう取れるようにも取れるようにしてたなと思います。はい、さっき監督からどういうところを言われたのかなというのが気になる。まあ、前半の方は点取れたんですけど、やっぱり周りのメンバーが逃げてしまったりしてたっていう部分もありました。それを修正してこの後の試合やっていくか、はい、今日も終わり？いや、今から藤枝明星ラスト、はい、OK です、ありがとうございます。